酒はぬるめの考え、魚は炙ったイカでいい、女は無口な人がいい、明かりはぼんやり灯りゃいい。毎度おはようございます、こんにちは、こんばんは、鶴深です。今日は2023年2月19日日曜日です。さあ、また懲りずにぬかびらに向かってます。今日はいつもと違ってですね、総勢4名で釣りをしたいと思います。うち2名はですね、美しい女性の方です。今日は楽しく釣りをしたいと思います。私の他にもう一人男子はですね、朝日鑑賞会の、獣人の方一人お誘いしました。どんな方かと言いますとですね、一言で言うと、分かりやすく言うとですね、ワンピースのですね、北シー海賊団の親ピン、まるっきりそっくりです。顔も性格も、ウリフタスという、方です。今日は楽しく一日、4人で過ごしたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。大丈夫ですか？さすがか弱いですね。親ピン、迷子にならないでね、迷子にならないでね、大丈夫？そしてまずこれでしたっけ、これを引っ張るでしたっけ。これを引っ張るとね、大変なことになる。壊したらダメだよ、大津さん。大津さん、壊したらダメよ、高いんだからね、これね。いい光景撮れました。これ逆じゃないかい。逆だわ。赤いものね、あ、そう、これをね、外側から引っ張りなかったかな、確か。これをまずね、最初に引っ張るんですよ。素晴らしい。軽くって、あと雪かけたらいいんですよね。はいはいはい、出てきたんです。これ あった。でも差はやっぱりないよ。これですよ。これ使いやすいです。作ってもらえます。友達が作ってくれた。そう、それ最近のタッパーと、あ、ちゃんとね、はいはいはい、ちゃんと作ってやるんですね、固定してね。すごいね、それ取りやすくて使いやすい。来た、ここでね、坊主っていうのはね、まず難しい。あ、携帯落ちた、携帯、大事な携帯。ね、俺の一人ですね、携帯穴の中落としたりしてるからね、気をつけたらいいよ。電動リムも釣ったからね、この間。本当、うん、自分のやつね。あ、自分のやつ踊ったの。踊したの。そう、よく帰ってきたんですか。あのね、外の竿にね、桜松が引っかかったね。うん、そし
たらさ、あ、ぐるーっと回ったんだ。うってて、ここに置いてあったやつがさ、うん、持って帰って、サクラマスは逃げて、サ、うん、は上がってきた。あ、ね、あ。来てる。来てる。来てる。ゆっくりゆっくり、一定の速度で巻く。一定の速度で、ね、あまり早く巻きすぎちゃうと外れちゃうんでね、ちぎれしてね、一定の速度で、これぐらいのスピードで巻く。で、途中で止めても、あの、ダメさ、うん、ダメだ、止めてもダメ、ずっと巻き続ける。いいかな、どうかな、3度目の正直。あれあれあれ、あ、来てる、あ、来たか、はい、はい、待って待って、来てる、来てる、はい、一定のところでずーっと待ってきてる、ついについに来た、ついに来た、やった、なんか来た時なんか言ってね、一言ね、ちょっと待ってください、うん、ああ、いいサイズ、はい、はい、天ぷら、天ぷらね、あれね、あそこはやっぱりぬかびらだね、ぬかびらですね、赤はダメですね、赤いっちゃダメだ、本当にダメだね、今年でも網走ダメで赤んの方がいいって言いますよね、ああ、へえ、へえ、やった、やった、人生2匹目、波に乗ってきましたよ、ね、もしなかったらどうしよう、バッグチップだな、でけえな、リアクションあれでね、あの、上品だね、上品だね、ムカビラはいいよね、ムカビラ深いじゃない、ポルカヤンとはいらん、負けますけど、あそこね、アップダウンがきつくてね、そう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 、あそこはちょっとね、下辺の結構風船のとこ、あれ、なんか結構来てるね、すごいな、すごいです、バンバン釣れます、やっぱり若い子に行っちゃうんだな、なんか電動にしてからすごくないですか、来てるよ、もう来てるよ、来てる、何匹かついてたかな、いいか、多分ワンでした、ね、うん、親親便も来てるね、いや来てるでしょ、ここで、ああ、ダブルを狙ってる、いや、ダブルじゃん、ただ単純ね、めんどくさい、めんどくさい、単純にめんどくさい、よくこのお付き合いだよ、分かんない、酒飲みないですよね、酒飲みないですよね、酒飲むわけよ、魚はどうでもいいんだ、飲めれば、飲めれば、飲むために来てる、そう、ね、いや、いいことだね、だけどね、ね、外で飲んだらお金かかるからね、いっぱい、酒誰に教えてもらったの、最初は誰に教えてもらったの、酒かい、うん、あのね、うん、トラックの運転手、何歳で飲んだ、俺は二十歳まで全然飲まない、あ、そうなの、そう、要はバイトしてたから、あ、ま、持ってくるってさ、全然飲みたくないし、はいはいはい、で、管理棟に住んじゃったっけ、でトラック夜中入ってくると、ただそれを荷下ろしたら飲みに行くぞ、でセコムに電話して どっかそこの飲み屋行ってるから、おお、あ、ダブル、ダブル、ダブル、やったー、大将、待ってね、親子サイズ、あ
あーいいね、いいね、取ったのにね、これ手に、これ、あ、危ない危ない、おじいちゃんも、おじいちゃんも日本つった、誰も見てない、こんなの構ってない、あ、そう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 、もう当てすぎるよ、これ、こっち、もういいよ、よし、本当ね、もうそこの方にいるんですね、だからそこを叩くみたいなイメージで、ええ、塩も入れていいんだね、そうですね、教え方がいい、そうですね、やはりエアビン来てますね、ノロノロビームです、やったね、コツがまだ、ね、何回目？使ってない、2回目、ね、はい、あとここも使ってるって持って柔らかくなってくるって言われました、あ、出しやすくなるって、はいはい、クリコも持ってやってるんですか、あれ台とかさ、あれそういうの 見過ごせないんだ、ちょっと見過ごせない、私もなんかディールペンの音してるんだけど、まあ、面白いね、へっぽちあおいいタイプ、そんなの使ってる、4000円くらいみたいな、4000円くらい、安くてもそのあれ桜もさ、ね、3回2回ぐらい釣れればさ頑張っていくんだけどね、難しいですよ ねどこに魚いるか分かんないところにさ、ひたすら竿振ってさ、ね、大津でやってさ、大津で30分ぐらいやってさ、ダメだってさ、待機ってさ、待機もダメだって、疲労行ってさ、そうだね、一昨年ですか、もう嫌だって帰ったもんね、いや、いつの間にかいねえんだもん、あれいねえぞって、この人たちとが、あの、付き合いきれねえな、黙々とね、黙々とやるんだわ、すごいやっぱりね、あの根性はね、ないわ、やっぱりね、釣る人はやっぱりああいう感じだね、あの釣り深いはさ、いつも言うけどさ、粘らないのがいいところ釣れないと思ったらすぐやめちゃう、諦める、うん、諦めが感じなのさ、まあ、あれは運みたいなもんだから本当にどこで来んだろうかな、いるみたいだよ、なんだ、あ、そっちと絡んだかな、向こうと絡んだかもしれない、向こうと絡んだかもしれない、絡んでる、向こうの竿とも絡んでるね、絡んでるんです、これ、これ、これ、え、いや、絡んでるんだ、これね、多分、あ、どうして、あ、切れた？あ、本当に。これ。
ん、いや、いいね、いいね。よし、はい、まだ早いかな、これ。あ、いいね。あ、もうね、跳ねるんだよね。気をつけてるよ。でもね、まだね、一人でね、来て一人で帰るのに比べたらね、まだいいよね。 女性の後ろ姿を見ながらさ、帰るのはね、なんかね、すごくね、帰りがいあるっていうかそうね、これまた後ろ姿使わせてもらうなんか不快感あったら言ってくださいね。これあんまり私に近づかないとか近すぎんじゃないですかとかね、ね、いやでも嫌って言えないからね、なかなかね。あの人たち、ずいぶん私たちに近づいて。これ、あの後ろに背負ってるやつもさ、服もダイワだよ、メーカー。一流メーカー島のよくかね、台湾の方がね、服はね上なんだよね。
どんな